路上教習でドリシャを振り当てられたやつ。これから教習を始めます。あ、よろしくお願いします。今日は2時間目ということで。そうですね、はい、お願いします。なんかさっきの教習者とちょっと違うって聞いたんですけど。そうです。あ、これなんですね。はい、はい、じゃあちょっとまず教習だけど周り確認してからですよね。はい、はい、あのさっきと様子が違うんですけど、はい、なんかいろいろとなんだろう、なんか変わってますけど、この教習所大丈夫ですか？ちょっとこれから乗るか、なんかドリシャマンジとか書いてあるんですけど、はい、問題ないですか？問題ないです。問題ないですか？はい、これ問題ないですね。問題ないです。はい、で、フロントもなんかさっきの教習所と違うんだけど、なんかいろいろとなんかくっついてるんですけど、大丈夫？大丈夫です。で、次はエンジンチェックしなきゃいけないですもんね。はい、はい、お願いします。これ開けちゃいますね。先生、あのどうやって、あ、これか。このこれ引くんですね。これ、はい、これ引いて、あ、引かれましたね。先生、これちょっともうなんか教習車ボロいんですけど大丈夫ですか？どう開けていいかわかんないですけど。こんな感じですか？はい。まあ詳しいことはわかんないですけど、先生なんていうエンジンなんですか？これは3S ですね。あ、3S エンジン、なんか、はい、アルテッツァとかそっち系なんですか？はい、はい、ちょっとはね、あのイニシャル D 見て勉強したんで、はい。じゃあ早速教習の方、路上の方、はい、お願いします。はい、じゃあさっき暑かったんですけど失礼します。あ、中身何もないですけど先生。ないです。いいんすか？大丈夫です。大丈夫ですか？大丈夫です、ね。あのこれ引くやつとかなんか おかしいけどで、しかも教習車なのになんか違反駐車とか大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫ですか？なんかいろいろとちょっと心配なんですけどね。なんかしかもなんか後ろのなんかこの変な板みたいなのあるし、大丈夫、大丈夫ですか？本当に大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫ですか？本当に、はい、じゃあ失礼します。お願いします。まずじゃあ先生の今回の教習車とペダルついてないんですけど、ペダルはなんか取っちゃった感じですか？取れてます、はい、取れちゃってんですか？あ、大丈夫ですか？はい、じゃあ失礼します。なんかシートもなんかおかしいけどな。1時間目の授業の教習車と違うんですけど大丈夫？本当に大丈夫です。本当に大丈夫ですか？大丈夫です。ミラーチェックしたでしょ？それ OK でしょ？はい、失礼します。いや絶対音違うような気がするけど大丈夫ですか？大丈夫です。なんていうマフラー入ってんすか？これ柿本のマフラー。柿本っていうマフラーが教習車に入ってんすか？はい、本当に。じゃあメーターなんかおかしい。スピードメーター大丈夫ですか？大丈夫です。本当に？本当に大丈夫です。失礼します。怖いな。おお、なんかいろいろと怖いけど。なんかゴリゴリ言ってるけど大丈夫ですか？大丈夫です。本当に？大丈夫です。ゴリゴリ言ってたよ。なんかじゃあウィンカー出して左右確認して OK OK な。いい音しますね教習車。おかしくないですかこれ？大丈夫ですか？なんか酸素が入りづらいけど。早速入りづらいね。大丈夫？大丈夫です。今のところは順調ですか？今のところは順調です。教習の方は。大丈夫。あれ？待ってごめんなさい。大丈夫です。あの無理そうだったら2速の方がいい。2速で。はい。2速で。はい。はい、ごめんなさい。あれ、なんか2速発進しよう。速が入らないこれ。3速も入らない。4速。やっと教習所に帰ってきました。高山寺教習所に。ここ教習所お寺が運営してるみたいなんでね。お疲れ様でした。いいですか？今日は合格ですか？合格です。何点でした？100点です。100点。よかった、はい、でも先生気になるんですけど、はい、あのいろいろと上にレバーがあったり、はい、ここにレバーがあったり、はい、これ大丈夫ですか？あ、それは大丈夫です。なんかよくわかんない。
で、なんでここ、これこんなくっついてるんですか。もうあの最後にいいですか。はい、もうこんな教習車乗りたくないです。